佐々木選手は、東京都日野市出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属、大リ林大学時代小学校2年生の時に、日野イースタンジュニアで野球のキャリアを始め、主に三塁手の守備をしたが、日野市立三沢中学校の軟式野球部の時には、投手、三塁手、外野手の守備を務めた。東京都立日野高等学校では、 高校1年生から三類士としてベンチに入っており、高校3年生には夏の高校野球西東京大会でベスト8に入った。オービリン大学公式野球部に入ると、大学1年生からマウンドに上がった。大学3年生の頃にはエースとして頭角を表し、2016年10月8日には首都大学野球リーグの東海大学との試合で先発し、 三安打に抑えて、かつて、東海大学野球部に所属した、菅野智之に並ぶ、年間で7度の完封を記録した。また、この当番試合は、2014年に、オービリン大学野球部が、首都大学野球リーグの一部に上がって以来、東海大学戦相手に対して、チーム初勝利という記録も打ち立てた。2016年の、第47回明治神宮野球大会で、準優勝。 2016年のプロ野球ドラフト会議では、1巡目で、田中正義を外した、千葉ロッテマリーンズ、読売ジャイアンツ、北海道日本ハームファイターズ、広島東洋カープ、竜優ヤを外した横浜 DNA ベイスターズから、指名を受けた。都立高校出身初の一位指名で、外れ一位指名選手としては、NPB 史上最多の5球団からの再指名の快挙になった。 抽選の結果ロッテが交渉権を獲得し、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1500万円で契約。背番号は11。大学時代の3学年後輩に、日田昇ぼるしのがいる。2017年4月6日の対北海道日本ハームファイターズ戦で先発し、プロ初登板、初勝利。しかし、 その後は7月5日の大楽天戦で7敗目を記録し2軍で調整する。2ヶ月後に1軍復帰し9月13日対日本ハム戦でプロ初完投勝利。シーズン終了後の契約公開では470万円増の推定年俸1970万円で公開した。2018年シーズン開幕から右ヒーチずを我慢して2軍で投板をしていたが、 内容も悪く、6月20日頃その痛みに耐えられなくなり、手術を決断。7月6日に右ひい関節教師か有利退除拒絶を受けそのまま、リハビリに入ったので2018年のシーズンは一軍、未登板で終えた。2019年7月9日の日本ハム戦に先発し7回1失点で勝ち投手となり、656日ぶりの白星となった。 一軍成績は7試合に登板し2勝1敗だった。シーズンオフの契約公開にて6月に2歳年上の一般女性と結婚していたことを公表。2020年、おなじみ王子の選手である佐々木明が入団したため、スコアボード上の表記が佐々木戦に変更された。右肩、右肘の故障に苦しみ、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、リハビリも進まず、 一軍五試合登板、防御率8.31に終わった。12月3日に年俸1,570万円で契約公開した。投球フォームはサイドスローに近いスリークォーター。大学時代で直球の最速は時速153キロメートル。スライダーやシンカーなど6種類の変化球を操る。本人はシンカーが一番自信のある球種とする。千葉ロッテマリーンズは 佐々木の入団1年目に新入団発表会で個人グッズを限定発売した。ドラフト1位ルーキーの個人グッズが入団会見から発売されるのは異例の早さであり、2016年1月3日に平沢大河、成田翔、原隆の高卒イケメント両 T シャツが発売されたが、その球団最速を更新した。2016年、 新入団会見で新人王とともに広瀬すずとの共演を目標に掲げた。広瀬は映画千早フルに主人公綾瀬千早役で主演しており、ロッテのコマーシャルにも出演している。同じ名前の役を演じた彼女に縁を感じており、原作漫画も読んでいる。このニュースが報じられると原作者の末継ぐゆがツイッターで反応を示し、 広瀬すずさんとの共演が叶うといいな。何より、佐々木選手選手のご活躍、心よりお祈りしています。とエールを送った。登場曲は、入団当初から一貫して、映画、チハヤフルの主題歌であった、パフュームのフラッシュを使用している。オービリン大学卒業時には、大学より、学長賞が贈られ、さらには、学長賞を上回る、学園最高栄誉賞として、 学園創立者の名を冠した、清水安造賞が創設され、大リ林学園の名誉の向上に貢献したとして、佐々木が第一号受賞者となった。好きな食べ物はカレー、嫌いな食べ物はパクチー。2018年3月6日放送の千葉テレビ、白黒アンジャッシュに出演。高校の先輩であるアンジャッシュと共演を果たす。以後、毎年シーズン前に、同番組に出演。 ありがとうございます。